皆様こんにちは。私レッドハットの小島と申します。Amazon アマゾンウェブサービスジャパンの川原と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。この動画では、Pay as you go のレッドハットエンタープライズニラックスインスタンスの利用方法についてお届けします。小島さん、まず AWS 上でご利用いただけるレールの選択肢についてお話しいただけますでしょうか。はい、かしこまりました。 レッ REDHAT エターバイゼリナックス通称 r e オの AWS 上の選択肢は主に2つありましてタイトルにもありましたペアス a s 重量課金制のものとあとはお客様が我々 REDHAT などが直接ご購入いただいた r e のサブスクションを持ち込んでお使いいただく BYOS サブスションの利用形態の2つがあります。 でここではその BIOS と p a y a r s のうち p a y a r t s 量課金制の REL インスタンスの利用方法についてご紹介をさせていただきます。この場合ですと AWS さんが RedHat のエ n ター r p r i s e n a x び Amazon の AWS のリソースそういったものを全て一括してサポートをご提供させていただくという形になっておりますためにお客様も AWS の REL を安心してご利用いただける、まあ、推奨のパターンとなっております。 では早速ですけれどもこのペイア y a r モデルのレ e l のインスタンスのこのデプロイ方法についてご説明いただけますでしょうかはいこのペイアズ a r 英語のレ e l のデプロイ方法についてなんですけれどもまあ一番オーソドックスかつ基本でかとなる簡単なレ e l のデプロイ方法をご紹介していきます、まあ、その方法につきましてはこの AWS のコンソールからご選択いただく LEL、まあ、をクリックベースでデプロイする方法となっています でまず AWS コンソールにまあログインしていただいて AWS マーケットプレイスからどの AMI、まあ、テンプレートを起動できるかというようなところを選択する画面などが出てきますその中からパブリッシャーまあ、要は提供者が AmazonWeb サービスとなっているレルを選択いただくという形になりますそこからレル8レル9のいずれかというようなところを用途に応じてご選択いただきます でこのペアスイゴのレールインスタンスの起動時の設定につきましては、まあ、ここら辺は、えー、AWS 上の他の Linux を起動する時の設定とあ、ま、おそらく、えー、共通しているものかとは思いますが大体この基本的な設定はこの以下の4通りとなっておりまして、まあ、EC2 のインスタンスタイプをご選択いただくっていうのとあとは SSH で、えー、リモートログインするための、えー、鍵設定の、えー、ものであるとかであとはネットワーク設定 そしてストレージ設定といったものを適宜設定していきます。ここからはネットワークせ特にネットワーク設定やストレージ設定といったものについてご紹介させていただきます。ネットワーク設定についてここではご紹介をさせていただきます。EC2 インスタンスを立ち上げるためには Amazon Virtual Private Cloud まあ、通称 VPC と呼ばれる仮想ネットワークを利用する必要があります。 でその VPC と呼ばれる仮想ネットワークをどう設定するかについてはちょっとこの動画では、えー、触れないんですけれどもここではあらかじめ設定してある VPC の設定を利用するというふうなことを前提としております。でさらにはパブリック IP の自動割り当てといったところも設定画面として、えー、設定できますので、まあ、そちらから。 デフォルトですと、無効化になっているんですけれども、そちらから有効化しておきますと、一時的に利用できる IP アドレスが EC2 インスタンス起動時に割り当てられますので、その IP アドレスを指定して、SSH でデモートログインするということができるようになっております。で、SSH アクセスをする場合には、その、S、SH アクセスをするためのポートをファイアウォールなどで開けておく必要があります。 でそのファイアウォールの設定は AWS のセキュリティグループと呼ばれる設定で行うことができますのでそのセキュリティグループの設定も適宜 s s 値などが利用できるように設定しておく必要がありますのでご注意ください。でストレージ設定についてはなんですけどもデフォルトでは AmazonEBS の GP3 タイプが指定されます。でデフォルトの用ではそれを 10GB 使うという形になっています。 でその 10GB につきましては r ル l を起動する場合ルートユーザーまのパーティションとしてフルで使われるというふうな形になっていますこの 10GB の容量を変更例えばここのスライドで言いますと1 0 0ギガに変更している例をご紹介していますが変更しますとそのルートユーザーのパーティションがそのまままるまる 100GB に増えるというふうな形でご利用いただけるとうう形になっています で実際にインスタンスを設定をして立ち上げますと SSH でログインできるようになっています。そこでは先ほどネットワーク設定で IP アドレスを自動割り当てを有効化しておくとランダムで IP アドレスが割合り当てられますのでその IP アドレスを指定して SSH で EC2 ユーザーで公開鍵を指定してログインするというふうな形になっております。ありががとうございいます。スステテッッププバイステップでお客様が欲しい時に レールの EC2 インスタンスを立ち上げられることがご確認できました。最後に別の動画でもご紹介をしているんですけれども、この延長サポートを実現するエクス e ン d e d Update s u p p のこの設定の仕方についても教えていただけますでしょうか。はい、かしこまりました。レールについては、延長マイナーリリースの延長サポートを AWS のレールインスタンスというな標準利用料金の中でお客様が利用できるようになっております。 なおレールの8につきましてはもうこの時点で最終マイナーリリースの8.10がリリースしており8のマイナーリリースの延長サポートはすべて終了して8.10を今後5年間サポートする予定となっております。でこのマイナーリリースの延長サポートである EUS をご利用いただくためにはある程度 あらかじめ後設定をしななくてはなりませんでその後設定というのはここのスライドでありますルイ -EUS- スイッチコマンドで設定するものとなっておりこれを実行しますと、えー、パラメータなしで実行すると今どのバージョンの EUS が利用できるかというふうなのが確認できますためにその、えーまあ、バージョンリリース番号を指定して例えば9.2とか9.4とかっていうふうな番号をルイ・えー e、US スイッチ9.4とかそういうふうなコマンドを指定して、えー、その 専用の,の EUS チャンネルを利用することができるようになるとか、まあ、そういうふうな設定で簡単にユーザーが EUS を利用できるようになっております。でさらには補足事項としまして今まで既存のレルのサブシッションレッドハットなどからご購入いただいたレルのサブシッションを持ち込んで BIOS 使っていた場合でもペア数融合でコスト最低化を考えて変換するというふうなことも後からできるようになっております。 でその場合は手動変換とあとは自動変換といったものができるんですけれども自動変換については別の動画にてご紹介させていただくとしてここでは手動変換をご紹介させていただきますでこの手動変換につきましては、まあ、大まかな手順としては、えー、EBS となるストレージの置き換えという形になります。まあ 対象となる、えー、ペイアス融合のレルインスタンスを新規に立ち上げておいてそのレペイアス新規の,の立ち上げたレルインスタンスにくっついてある EBS のストレージを、えー、データッチ、まあ、要は外して割り当てを外して削除するということをします。 で削除した後にもともと使っておいた BIOS のレ e l インスタンスに接続されていた、えー、EBS のストレージをそこから外してで新たに立ち上げた PayR35 のレ e l のインスタンスに接続してそしてその PayR35 のレ e l インスタンスプラスもともと使っていた EBS のストレージを持って起動することで、えー、手動変換が完了するというふうな手厚になっておりますで。その手動変換をする際には、まあえーこの インスタンスがちゃんとペア推語ベースなのか BIOS ベースなのかというふうなところのまあ、えー、目安を知るというふうなこともできるようになっておりましてペア推語の場合ですと AMI の ID として RD2 とか、まあ、そういうふうな名前が付けられているというふうなことで、えー、お客様は AWS のコンソールからペア推語のインスタンスかどうかというようなものを判別することもできるようになっております、まあ、そういいったととところも目印としてご利用ください、はい、私からの紹介は以上となります。 ありがとうございました Amazon EC2 このレールのサブスクリプションを含んだ形でお客様が欲しい時に必要な分だけ瞬時に使えるいただけることをご理解いただけたのではないでしょうかぜひ今すぐお試しください他の動画もぜひご注目くださいそれではご静聴誠にありがとうございました